ですね。ありがとうございます。これならいい葉っぱが取れるよね。すごい太いよ。これ使うんだと思うけど、よう知らんけど。他のチャンネルだったらよう知らんけどが通るけどさ、あの小次郎のチャンネルでさ、よう知らんけどってさ、本当に知らねえだろ。チマキード、チマキードつきました。水を使ってチマキを作ってた。ちょっとね、今汚れてるけど、今は使ってないからね、汚れてるけどね。小次郎です。今日は藤枝市旧の岡部町の朝比奈地区に来ています。お城があるんですけど、このお城に来たの、ちまき寿司、この先にね、朝比奈城、そこの城に伝わる朝比奈ちまき。ちまきってね、全国的にたくさんあるんですけど、京都の御所ちまきと岡部の朝比奈ちまきを家康が献上させたという朝比奈ちまきです。朝比奈城は連戦連勝で時に持っていったそのちまきっていうことで、受験生のために勝つようにっていうことで1年に1回作ってたんだけど、100年フーズに選ばれたんで、今は1年中食べれるということで、食べたいなと思ってたところ、天神森、円カフェ天神森っていうカフェかなで食べれるのね、今日来てみました。それでは早速行くぜ。お腹すいた、行くぜ。静岡県内の名所旧跡、美味しいところを紹介させていただいている小次郎です。古文書から柏原の会長さんが再現した亡き会長、灰汁と書いて悪の取り方、時の木を燃やして抱いてた灰を熱湯で干す、具を取る。内容は一緒だけど、卵がつくかつかないか、卵がついた方が1650円、卵がつかないと1450円で、ドリンクがつくと1850円の1650円、卵かけご飯のみだと600円、ドリンクがつくと850円。あったー、100年ルーズ朝日奈ちまき、2個入りで400円。鳥取の卵、鳥取から鳥取、これで酒に塩味をかけてで混ぜる。はね、これを入れていただいたりとか、はい、あの出汁醤油をかけて召し上がってください。で、出汁醤油、はい、出汁醤油になります。これもね、あの鳥取から取り寄せるものです。いただきます。こんな出汁出るよね、すごい濃厚、うん、味噌汁具沢山、すごい出汁が効いてる、焼きあご出汁が効いてる。You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe. お酢塩で優しい。お袋の味のようで、家庭料理かと思ったらこれは違うね。これは作れないよね。た
卓越してる、洗礼されてる、あの卵ご飯あまりのうまさに、おかずこんなに残ってるおかわりしちゃおう。おかわりをすいません、ありがとうございます。もろみを舐め尽くす。ご飯ご飯、おかわりの白米が嬉しい。すごいもろみと合う。もうおかずがもうご飯に相性ぴったり、すごいご飯が進む。幸せご飯、うまい。朝日奈来てよかった。完食しました。ありがとうございます。朝日奈ちゃん冷凍だから今すぐは食べれません。朝日がお散歩途中で食べます。この方が酒専門の米ですね。サインもらっちゃったのね。3日間やってくれた。そこで迎え行く場所だったよね。すごい、金魚ですね、ここが。マングローブレイク。10月の第3土曜日に流星がやる。ちょっと期間ありますけどね。ダメだ。看板猫だから、ダーグリーよ。なんでやろ。じゃあアップ撮ってくれるって。10月に備えて綺麗にするのかな。流星っていうのはもう戦に行くときにあげるのろし、それが今伝承として伝わっているっていうお祭りが、流星をあげる祭りがあって、集落がいくつかあるんだけど、その集落でもって作ってる。で、子供たちもね、参加してるらしいですね。で、あともう一つは減反された田んぼを使ってコスモスを植えてコスモス祭りがある。それが10月、流星も10月です。ここが台のすぐ横っていう似たような記憶がある。ここがコスモス畑になると思います。コスモスでもここあれなんだよね、 CD ジャケットなんかに結構使われてたりするんだよね。まあその時期にね、また来ようと思います。流星とね、コスモスも同時に見たい方は登録して待っててください。よろしくお願いします。楽しみですね。今から登録よろしくお願いします。撮れるかな、撮れるかどうかも。でも頑張って撮ります。よう知らんけど。欄干に昭和3年施工と書かれています。ご即位された記念に作られたことがわかりますって書いてある。昭和天皇新寿橋が作られました。これかな、マリー沈みの石造り半円郷のメガネ橋は、当町、当町では唯一のものであり、県内でも存在する数少ない石橋と、道路設計が変更されて近代化遺産として保存されることになりました。平成15年9月。綺麗だよね、この円形が。だし橋のね、円形も綺麗。こっから見えないけどさ、ここでよいしょ、ちまき食べたら美味しいかなと思って。岸的にも貴重な橋で、貴重なちまきで、で、貴重なアホがちまきを食べようかなと。溶けたで、2個入り400円。すごいお餅感。この黄色は椿のアクで、もち米が漬けてあるので、椿のアクの黄色。椿のアクは保存にすごく適してるっていうことで、日持ちして草に持っていける。で、すごいもちもち。
いただきます。うん、あ、うまい。すんごい弾力、もっちもち。これはこの戦の最中元気出るよ。家康もね、食べたいっていうわけだよね。ごちそうさまでした。あんこがないことが逆に甘さを引き立てて笹の風合いを呼び込んでるっていうか、いやすごく美味しかった。なんか今日はごちそう尽くしでいいね、朝比奈散策ができました。ということで、この動画良かったと思われたら登録高評価よろしくお願いします。小石郎でした。バイバイ。